ラジオネーム青葉せせり乱獲中。園田の地元の山にはお金を入れて覗いたらがっかりする双眼鏡がいっぱいあります。なるほど、記憶よろしくお願いします。置き場所が悪いみたいなじゃない。何もそういうこと、特に何もないんじゃん。シンプルに嫌だな、これ。たまにあるな、そういう。あるよな、今日。だよ、これの。木しか見えない。よく見れるだけで面白い。おい、しゃべりすぎだろ。順番にしゃべんなさい、もっと。しゃべりたいよ。久々だからね。本当だ。こっちにめっちゃ久しぶりじゃない。あ、マジで本当だ。前回私がいなくて、前々回は萌えちゃんとレナがいなくて。そうじゃん。本当だ、みんなおかえり。いや、寒いて。帰りパチパチパチ。何やってんだよ。今俺拍手しなかった。えらい。こうやってして乗ってた。アンチその名派だもん。そのだ派閥だ。ダメだろ、そんなあっちゃ。同じチームで。あーの方が、いや、ダメだわ。そんなことないだろ、別に。しょうもない。300回ですよね。どうよ、最近。各々仕事してるもんね、最近ね。うん、もう、だから解散だね。もう。次のステップ行ったんじゃないの、会えないかと思った、みんなと。かわいい。寂しかった。寂しかったな。でも今日本当みんな会えて嬉しいよな。ああ、これはいいかい。おかえり。どう思った？客観的に見て今。ちょっと寒くて。ほら。そういうこと？そういうことだよ、さっきやってたの。そういうことか。さっきもっとマイルドにこれやってたんだよ。見てらんないって。そっか。ナチュラルに可愛いってさ、もう本物ってこと？え？そう、本物本物。本物。本物じゃん。ずっと本物じゃん。あそこまで行けばすがすがしい。そう、いや、あれはいい。園田がやるとなんかドブ気持ち悪い。ドブがついてるって。さすが。見たことないよ、あんまり。反園田派閥のリーダー。過激派だから。リーダー。隠れ軍。今こっちなの。革命軍ってこと。俺じゃない、俺、一応俺じゃない、まず。ひっくり返そう。人数数で言うと。星派負けてる。ドラゴン、ドラゴンじゃん。うん、いや、もういいわと思って、ごめん。いろいろあってさ、いろいろあったから。そうだね。まずは、何からだろう。劇団9万1とかからなのかな。あ、そうそう。わー。そうだったから。そう。そうだね。そうそうそう。うんうんうん。オンエア終わりまして。はい。すごかったね。すごかった。ちょっと反響もすごいですね。ね。いろんな人から見たよって言われる。うん。確かに。確かに確かに、なんか見たよって結構言われるな。そうそうそう、それこそ小沢さんとかね。そうだ、スピナゴンのね、小沢さんは見てくれてね。そうだそうだ、いやすごいぜあんなの。え、もうどうせもうゴールだよあれ。劇団9万1え、どれか。あ、そうそう、劇団9万1もあれ一個のゴールじゃない。確かにな、すごすぎたもん。この後何するよ。ちょっとやっぱ感動しちゃったよな、最後二人で喋って。いやね、わかる。うん、そうそうそう、やっぱね、そのコントのスカパラっていうね、その思ったよりあれ英語させたら、ね、勉強してしかったね、あの言葉。一回コントのスカパラで英語させてみたんだけど、気持ち悪い。英語すごいすごい出てる。いや、すごい出るんだ。恥ずかしくない。コントのあのね、あのダンブラの浦井さんの、あの浦井が一人の時に、うん、浦井さんそのメモリが、あー言ってた、細かい人って言ったら、そのだからその浦井が一人スペースメモリでエゴさしたいっぱい、うわ恥ずかしいとか思ってコントのスカパラで。さすがにまだお前一人だもんな、それは。そうね、さすがにね。いやネタついがヒットするようになるといいね。そうそう、だからそれもあったし、あ、だからこの間のもなんだっけ、バナナキマイラか、番組、うん、番組名自体はそうね、もあったし、テレビ、テレビ続々ですよ、うんうんうん、ね、なんかちょっと告知するものがかなり多いね、多い、大変、毎日毎日何かしらあるから、うん、蓮見水族館もあるし、更新のな、告知大変よ。毎日なんかしらあるんだから。だって月曜ダウ通信始まるでしょ、うん、そうだ、で火曜日さ企画
ックの YouTube 上げてるよね、いつも。うん。で、うん、あ、そう、うん、で、水曜日、ハスマラあって、うん、木曜日、ハスミ水族館だから、うん、おー、休む間がない。木曜日、ハスミ水族館なんだ。水族館って木曜なんだって。木曜開館。あ、開館閉まってんだ、閉まってんだ。あれ、週一木曜日開館。1日限定のね、1日限定の。おしゃれだろ、水族館として。閉まってる状況で見てるの。お魚はね、飼育してるから。そうそうそう、その目標以外もね、毎日ちゃんと育ててます。動画という名の、そうそう、動画という名のお魚。動画という名の。何をお魚にするか結構むずいんだよな。そのあ俺がお魚なのか、俺は館長なのか。確かに確かに。お前はでも水族館なんじゃないの。あー、大きいな。バーバパパみたいなこと？あ、でっかいな。バーバパパであり、その、建物にもなるから、バーバパパ、時たま。動いてね。そう、大きくなったり。そういうことだ。ってことだな、だから。あ、そうか。だから木曜日が住まいの参観日ってことだよね、だから。やってるけど。詳しい。勝てねえって。バーバパパ詳しい。すごいね、やってるじゃない。やってるけどさ、調べた日があんの？手相見ちゃった。暇すぎて。違う違う違う。NG。アバパパ NG。なんか悪いんだ。で、あの子の自転車です。そうですね。はい、楽しかったー。7ヶ月ぶりですから。あの自転車、うん、そうなんや。そうなんや。めっちゃ空いたのよ。よかった。お疲れ様です。冷静に考えてほしいんだけどさ、うん、夜唱が終わってから新ネタ9本書いたんだ。一回落ち着いてくんね。で、大阪でもう3本ぐらい書いてたの。えげつらいよ。スピードすごかったな。合間で9万1も書いてるしね。夜唱の合間。新幹線でも書いてたもんね。あ、新幹線7人近いんですけど、8人のお二人用のやつ。すごいすごい。2日前の夜ぐらいに電話来て、うん、なんかそのあのちょっと今交番作ってたら1本足りなかったから書いてるんだけどって、うん、電話が来て、それ僕あはいはいはいって言っちゃったんですけど、いやすごいなって言ってマギしちゃった。すごいな、これでもすごいな、そうマジすごいな、マギ。あ、それどうしたんですか？エグすぎる。それで何を用意すればって言っちゃった。言ったらダサいんだよ、全部そういうの。全部すかすんだよ。違う。言ったもすかすん。え、言ったっけ？ヤショウ2のさ、うん、あの、ウーバーのコントあったでしょ？何しようも。知らない、うん、俺がヤショウ2のネタ選び、迷ってたの、何にし、どれにしようかな。なんとなくネタは何本かあって。うんうん、で、まあ、なんかちょっと自分の中で、そのウーバーのコントが、ベタすぎるかなって思ってたのね。でも、なんか、でも、まあ、でも受けるよな、これ。神谷さんやるしな、受けるよな、とか思ってて、いろんな何人かに聞いてたの。うん。あの、ウーバー来て、玄関開けて、で、お父さんで、で、全部隠してて、お父さんが弁護士だったら面白いかな、って、面白い。言うので、うん、あ、今何て言いました？え、面白い。ああ、ほら、言ってくれるじゃん。うん、で、これ二人でね、電車乗ってる時に、ね、こうこうこうで、うん、お父さん弁護士だったら面白いかな、って言ったら、うん、あー。長い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 。そんな言ってない、そんな言ってない。次の人ついちゃうんじゃない？ついたついた。で、閉まって、あー。なんで相手の人に喋っちゃダメなの？なんで走ってる間しか喋っちゃダメなの？多分その、タイヤと、車輪と連動してる。車輪と連動してる。エネルギーが車輪と連動してる。電気自動車と一緒なんだ。そんなことない。そんなことない。それで喋ってるわけじゃない。いやー、もう。あー、まあでも、みたいな。まあでも、クソ人間だな。もうつまんなくても面白いって言ってくれよくない？こんなもん。結果論だけどな。そう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 。はすみさんがだって相談することってあんまないじゃない？ない。自分言わない、あんまり。固まってて、うん、確認じゃないけど、そうそうそう。で、多分聞いたんだなって思う。そう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 。あー。何これ？なんで？で、結果受けたから、もう最悪ですよ。うん、受けてなかったら正しいじゃん、こいつだから、ね、うん、受けたからね。ちょうどすごかったっすね、あれ。お父さん、いや、お父さん、あ、でそう、ちょっと、いや、今人いじるターンじゃないから。違う違う違う、何がクソに引っかかって、何お前がクソに引っかかって、びっくりしちゃった今、お父さんって急に。いやいやいや、はい、本当に本当に違うんですよ、本当に本当にやっぱ緊張しちゃって。
緊張緊張しちゃって。いつまで緊張のせいにすんの。いやね、表にさ立つ人間がさ、いつまで緊張のせいでパフォーマンス出せなかったこと。なんかあったんじゃないの。なんかあーって素直にね、面白いって言えなかったのはなんでって、うん、あ、いやなんか、あそうだから、ウーバーの、うん、ウーバーのネタをやるんだっていうのがちょっとよったのあって、まあ、今更ウーバー切るんだこの人ってこと、うん、なるほどね、っていうのはもうっていうのもちょっと考えちゃった、うん、それはねあった、やっぱだからやっぱ悩んでたし、ね、だからベタすぎんじゃないかなって思ったのもあったし、ただまあその、なんていうの、瞬発力みたいなとこで取っちゃえば、うん、その後別にそんなにウーバー関係ない話するし、うん、別にいいかなとか思ったんだけど、うん、なんかダメだったもん。めちゃくちゃ面白かった。でもなんかそれを、なんか瞬発で言っちゃえばもっと軽く話せたかもしれないよね。そうなん、結構自分の意見を言うのが怖くてさ、そう、いつまでやってんの？よりダサい方向に行ってる。そう、ずっとそうだよな。軽く、あ、ウーバーいるんすかみたいな。確かに。感じで言えば、そうだよな、みたいな。ずっとダサいよ。俺もちょっと思いやすいんじゃない。かけがもう一組できた。あれ半袖のあいつない。もう春だから、半袖のあいつ。上島駅。偽ネオン。大竹新郎店のね、グッズです。大竹新郎店。そう。大竹新郎店。ちょっと前にやってたやつ。そう。愛媛の宇和島。そう。ああ、そうなの。あそこに、あ、この駅がなんか、改装かなんかで、このネオンがなくなるって時に、大竹新郎がくれって取りに行ったんで、これ。で、その大竹新郎店やってる間、美術館の外にこれが、あ、あれだな、そう、超良かったよ、マジで。めちゃくちゃかっこいいよ、このネオン、本物。なるほどね。そう、オレンジなんだ。捨てちゃう予定だったらしくて、うんうん、じゃあ、取り行くからくれって言って取りたのって。そう。それをずっと持ってて、美術展にこの、もう一回これを載せることによって、もう意味合い、そう、駅じゃないからさ、意味合いが全く変わるみたいなことも込みで、なんか、アートとして、芸術としてっていうのが、すごい良かった。なるほどね。そう。来たくて来たくて、もう春だからいいかな。逆にこういう時しか着ないでしょ、その。デートの時これ着ないだろ。いや、すごい同じのいいシャツ。謎解きかと思っちゃう。思っちゃわねえ。全然思っちゃわないんだけど。全然思っちゃわないんだけど。光が強い。光わない。言ったらこの T シャツどうかな。いや、めちゃくちゃかっこいい。ああでいいだろう。核廃ボールって今言わないだろ。核廃ボールって言ってない。かっこいいとかわいい混ざって核廃って言わなかった。だから配信がすごく売れてるんです。ありがとうございます。まだだいぶあるからね。1ヶ月ね、結構長いね。嬉しい。ピースしとけ、ピースしとけ。売れてる方法なんだから。なんかさ、もうさ、やっぱ今までみたいにさ、なんていうのかな、口コミでゼロから広がっていく感覚じゃなくなってきてるじゃん。俺らもライブも、あの、うん、前売りが速乾したりするからさ、待ってくれ。久々になんかそのネタの内容でこうざわざわしてチケットが売れていってる、そのこの現象が久々に体感できて、すごい気持ちがいいんだよね。なるほどね。うん、なんかいつも買ってくれてない人も買ってくれてる気がして、今回はそれがすごい気持ちがいい今。1000円ってすごいよね、マジで。1000円でね、なんか確かにな。いや、あの頃の自転車ね、1000円の時と1000円じゃない時あるんだよな、正直。あれ、そうだっけ。あ、じゃあ、あの内容とか。内容。内容。今回1000円じゃない。いけそうな、違う、いけなと思っちゃった。なんかゲストのネタもね、そうだし、4000円、最大級だよ。そう考えるすごいよ、10何本ぐらいだもんね。全部16本じゃない、ゲストの。いや、10位たくさん7組出てくれてるからね。たくさんある。ありがとう。あ、違う、15本か、1本カットになってるから。あ、そっか。なんでだよ、マジで。あれな、でもさ、なんか、その、お客さん、来てくれたお客さんは嬉しいんじゃないの？まあ、ちょっとね、特別感はある。まあね、見返したいはあるかもしれないけど。足はこんな、な、そう。は、良かったんじゃない？そっか。1本ぐらいあってもいいだろ。俺、今後もこうしようかなと思ったもん。なんか1本は載せないみたいにしようかな。あー、プレミアかも、全然別にな、来てくれたお客さんのために。で、別にどっかやりゃいいし、また。そうだね。完全に189人しか見てないネタって、今あれしかないよって、この世に。そっか。だって、YouTube とかも上がれない。あれは上がんないね。
そっかそっか。そうそうそう。な意外とないじゃん。何人見たか把握しきってるネタって思ってないからさ。そうだね。にしちゃ面白いけど なでも外ライブでやるのめんどくさいんだよな。まあまあしょうがないですね、うんうんうん、長いし本当自転車だからこそできたよ。そうね、あれは内芝あっての内芝ありきの音ネタなんでね。そうそうそう、いやだからそれこそよ、あの子の自転車配信でさ、うん、須崎彩さんがね、あそうじゃん、あそうです、見てくれて、ね、本当にこれね、あのね、うずうずやめとけ。そんなんじゃないんだって、本当に。でも2人の熱がどのもんかは知らないから、確かに、ね、いやなんか園田さんツイッターでなんか絶頂とかってその言っていいんでしょ。嬉しい、違うんだよ、ね、これはだからいいんだって、これちゃうんで、そういう本人にまつわるエピソード。あ、そうなんだ。まあ、だから見てくれて、オス番長シリーズでしか聞かないよ、絶対。それじゃないんだけど。まあ、だから鏡でしか聞かない。それじゃないんだけど、だから嬉しすぎてさ、うん、こう、リアクションすんだけど、うん、やっぱさ、オタクのプライドあるから、その、まつわるエピソード豊富にさ、こう、ありがとうございますにちょっと加えて、言っちゃいたくなる。そうそうそう。それで、だからいろいろ加えて言って。ファーストコンタクトだしな。そう、なだし、かましたいよな、かましたいよ、うん、あなたのこと昔から好きでしたっていう、だし、なんかやっぱ見てくれて嬉しかった人ってやっぱ何人もいるけど、ファンだった人が見てくれたことって初めてかもしれなくて、うんうんうん、ちゃんとファンだった人、うん、ライブとか行ってたりしたから、うん、そうそうそう、うん、めちゃくちゃ嬉しいなと思って、あじゃああとはブシロードの社長だけ、ブシロードの社長ライブとか行ってた。お渡し会ってわかる？お渡し会ってこう何かをお渡し会っつって、この握手会じゃなくて渡してもらうので交わし、言葉を交わせるんだけど、ブシロードの社長の俺名刺のお渡し会ってるから、なんか嫌なパーティーじゃなくて、違う社長の名刺を渡されるみたいな。確かに好きなんだけど、ブシロード社長は、うん、確かに見てほしいけど、でもそう、須崎さんもうファンだったから、へー、そうで、よかったね。そう、リアクションも、だから、お宅の、うん、高校生の時にお宅の友達にさ、うん、そう言って、うん、あの、LINE で、そしたら、うわーって、大歓声。うわーって、革命起こしたぞ、あいつがみたいな。お宅の星だ。そう、うん。で、その、ダイヤノさんがな。ダイヤノさんがな。元 大富豪でいうところ。ダイヤノさんが。俺が、うん、鎌田に革命で、鎌田の中の革命で、そんなよ、ダイヤの別にスペさんでもない、これから始まるスペさんない、ダイヤのさんだったそのため、一点の最初革命を起こしました。でもすごいことよ本当に、すごいな、そうでやいろいろさ、もうエピソード豊富に言ってたらさ、その DM 何？はすみさんの言葉が好きだって言ってくれてたね。いやちょこれがだから D、嬉しかったな。じゃあ DM でね、うん、ちゃんと言ってくれたから、俺についてのこと。あら。そう。あ、園田さんがここが好き。そういうのってさ、自分の中で取っときなよ。なんで？なんで？外に発信するべきじゃないじゃん。そこはもう個々のつながりなんだから。でも言いたいじゃん。あ、でもあの言われると思って言ってないかもよ。そうそうそう。DM 向こうが言われないもん、ね、向こうは嫌かもしれない、ね、ツイートだとみんな見られてるって感覚で言ってるけど、いやラジオで喋っていいですかってダサい、もうその時点でもうビジネスだよ、もうその時点でビジネスのお付き合いだよ、えその時点でビジネスのお付き合いだよ、あれだよ、そのある程度会話して思い出したよ、あラジオで喋ろうって、いやいや会話してなんかやだわ、自分の中で取っとくきたいこととかないの、取っときたいこと、うん、いやね、でもこれは言いたくなっちゃうな、やっぱ自慢したいもん、嬉しすぎて、そう自慢になっちゃうんだな、え、なんかまずい、俺は嫌だこういうやつ、うん、うわ本当にファンだったなら俺は絶対に言わない、俺はそんなこと言ったら俺だって何人かいるけど、うん、絶対言わない、うわ俺超言いたくなっちゃうこんなうんこって言わなかった。どこで超言いたくなっちゃう、うんこ。今、うんこって言いました。マジで言ってない。それは佐々木さんに失礼。そんなことない、言ってない。だから佐々木さんの話してる間によ。間にうんこって言うなよ。チャレンジしてない、うんこってもバレないからチャレンジしてない。言ってたよ。言ってたよな。こんなん。言ってたら最低だよ。言いたくなっちゃう、こんなんって言ったの。
言いたくなっちゃう、うんこんなんて言っちゃうじゃん。あ、巧みすぎるってそれは。うますぎるって。なんということでしょう。うん、曲流れた。でもやっぱ初めてだったから、どうしてもやっぱり気持ちも分かるけどね。初めてだった。めちゃくちゃ言っちゃう。ツイートだと別にその須崎さんに対してのリップとかじゃなくても、そう、真っさらなツイートでも言いまくっちゃったの。うん、言ってたね。うん、ああそういうことか。そうそうそう、うん、それぐらい嬉しかった。うん、初めてかも、こんなに嬉しいの見てもらって。よかったな。うん、ありがたいよ。長文でDM 送ってくれて、これ言っちゃわないか。どんどん内容とか喋り出したりする。もうとどめようだ。そうだね。うん。嬉しかった。ラジオで言っていいですかって言って、うん、ダメですって言うわけないじゃん。うん。人って。うん。そこにちょっと甘えちゃったかもしれない。でしょ。うん。結構本当に良くないよ。え？やば。人との付き合い方として。そっか。うん。ちょっと初めてなんで許してくれ、これだけ。まあな。今日だけ。だって LINE で友達に言えば自慢はできるわけじゃん。うん。もうここに流す意味って本当にないぜ。確かに。確かに。始まる前に私たちに言っちゃえばよかったかも。な、うん。確かに。これあれだ。ラジオで何しゃべろうかながずっとあるから。利用しちゃったかもしんない。うん、ダメ、絶対だ。ダメだね。うん。ユタは来てないもんね、DM はね。なっ、うん、ほら、偉いわ、やっぱ。お前ずるいな。やっぱ偉いな、こいつ。こいつ、本当のファンだ。ああ、本当に好きなんだな。くわましで。自分の中に留めておきたいもんね、普通はね。いや、そうですね。そうっすねはもう、そうっすねはもう、来たことにはなっちゃうけど。いけそうだったんだけど。そうか。落ち込んじゃった。落ち込んじゃった。落ち込んじゃった。いや、反省、反省。いいんだけどね。いいんだけど、その、まあ、ガチャガチャ言ってもさ。そうか。そうそう。なんかもう、全部出すのってなっちゃうよ。確かに。生活を。大事な思い出ね。うん。ちょっと、エピソードトークとして、練習までしちゃったもん。うん、やっぱ失礼だよ、それ。相手に。愛が。相手が本当に好きでいてくれてるなら。確かに。うん。やめよう。うん。とどめよう。とどめれるかな。今後もね、言うだろうしね、どん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 ダウがもっと頑張っている。そうだよ。出たら、うわ、この人見てくれたんだが。確かにね。そのために言ってたらもう。まあ、内容はちょっと言わない方がいいけどね。うん、あれ嬉しかったね。そうだね。ありがとう、みんな、うん。成長できたかもしれない。うん、ありがとう。相手が話したらいい。相手が話したら、それはいいと思うんだけど。確かに確かに、そうだ。ありがとう、うん、ありがとう。DM っていう2文字が、ね、そうだ、うん、そうだ、ただ見えないところで相手も送ってる。そう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 、そう、意味を考えようよ、うん、向こうが DM に切り替えた意味を考 意味を考え純粋な応援で、そのこれ以上はその向こうもなんかそのなんだろう、ファッションで応援してるみたいに見えちゃうんじゃないかと思って、うん、わざわざ見えないところでやってくれてるんだから、好きですよって言ってくれてるんだから、うん、そう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 、別に DM の手前 の、 だってもそのツイートのとこでラジオで話せるじゃん別に、うん、やってくれてんだから、そういっぱい話してくれてたし、そこで言えばいい、すごく丁寧な人やね。だから最初表でやって後から DM ってことは、そんとに多分丁寧にこっちのこと思ってくれてやってくれてるのに、すいませんラジオで話してもういいです、ごめんってごめんって、すごい下さらせた、ごめんって、嫁やけの人も、すいません、あの、ラジオで、それは失礼だ、それは失礼だ、それは失礼だ、ごめんって、変なフォントで送ったらしい、偉いって、全部ひらがな、全部ひらがな、どういう構文だよ、それで言ったら、うん、それで言ったらでもないんですけど、ロフトでね、好きなセリフ発表会だ、やったんですよ、うん、超おもろかったんだけど、うん、あの原宿さんと、うん、警備員さんとで、たまたまね、そのテレビ東京の大森さん、うわ、たまたまね、うん、たまたまよ、うん、たまたま行って、そんな言わないじゃあたまたまじゃない、偶然現場じゃあたまたまじゃない、で、あのロフト96時入りだったんだけど、うん、6時に入ったらこれマジでその大森さんもたまたま本当にいたの、うん、で2人であのコンビニ行きましょうかみたいなことを言って、うん、コンビニにね向かってたのね、セブンに向かってたんですけど、うん、そしたらあの国慶をね
前日に見たから、うんうんうん、たまたまね、うん、その会うと思ってなかったら偶然前日にたまたま見たんだけど、まあ面白い、めちゃくちゃ面白かった、うん、最悪でし、なんであんなもん作るんすかみたいなことを言って、うん、言って A マサさんとやってみたいなことを言って、で、あれ A マサさんと面識ありますかとお前さんに言われて、うん、あ、俺らもタスキューマン一緒にやってるんで、うん、ありますありますって言ったら、カノさんが前から歩いてた。すごくない？それすごい。おーおーってなって、うん、カノさんカノさんって言ったらカノさんがおーっつって、うん、NHK この後仕事なんだけどちょっと空いてたから、うん、ちょっとなんかフラフラしててまたっつってまた帰って行って、うん、で大森さんと二人で、コンビニ入ってちょっとして、うん、なんか偶然の割に薄くないですかってもっとすごいっすよねこれ。直前まで国旗一緒にやってたし、うんうん、でこの2人が偶然まず会って、うん、で さらに偶然来てるとこ、うん、あれすごもっとすごいよなとか思ってたら、うん、加納さんからあの LINE が来て、あの急でびっくりしたみたいなのが来たから、うん、なんかもうちょいびっくりしても良くなかったですかって LINE、うん、したのね。そしたらそのいやちゃうね腹減ってて言われて、ああなるほどね。で大森さんはもうその滑稽がもう大阪も終わったから、うん、終わった瞬間にその他人に戻ったのかと思ったって言ってたから、うん、そう言ってましたよって言ったら、あ全然そんなことないごめんごめんみたいな、ほんと腹減っててでその後にその前に来てたんだけど、うん、あのさっきその会う前にあの古着屋に寄ったら、あの一着トレーナーがあって、うん、わなんかこれ蓮見くんっぽいなって思ってたからびっくりしたわって LINE 来たんだけど、うん、好きになっちゃわないそんなこと言われたらいやすごい大森さんと見て、蓮見さんのこと好きなんじゃないですかすごくない？いや羨ましいなそれ。てかなら余計すごいじゃん。いやそうね、お腹すいたに勝てるぐらいすげえだろこれ。考えてたからあった気じゃないけどさ、いたんじゃない？なるほどね。もう認識あったから。ね、だからあんまびっくりしない。ここにいる人がここにいたみたいな。なおさらすごいけど。すごいよな。それもすごいよ。後からびっくりする。おそういうこと。俺めちゃくちゃ加納さんに会うんだよな街で。プライベート加納さん。そう。いいな、プライベート加納さんある、いいあるある、会ったことない、いつ会ってもあのイケアのあのブルーシートンのあの、はい、カバンぐらいのカバン持ってる、めちゃくちゃ荷物多いね持ってたかも、あの六本あれテレ朝、うん、で、はい、ダウ通信のロケ、うん、あのみんなに、ね、ロケの日に、うん、テレ朝を前ついて歩いてたら、うん、加納さんがいて、加納さんなんかそわそわタクシーを探してて、どうしたんすかって、あアークと間違えてんっていう、いつもなんかかわいそうな時に会う私もいたのにその日、そういたよな、その部屋にいたら聞いて、なるほどね、今加納さんいましたよ、あと3秒3分だあと3分遅ければと思って、なんかトーク奪われたんだけど奪ってつまんない話さ、どうや UJJ の時会えたもんね、そう、まあ、あれは何楽屋であってあれはライブで、でもなんか加納さんが UJJ の時トイレ、楽屋の外にトイレあるじゃん、ケープロのライブね、大きいやつね、あそうそう、うん、この選手やった、うん、トイレ行った時に忽那が私トイレに行ってることは知ってて、あ忽那会えるかなと思ったらとんでもない満面の笑みで楽屋に戻ってきたそれはあったんだ、分かりやすい、あったか会えてないかの判断が加納さんが見つけて、お疲れ様ですって言って、おもう終わったかって、終わりましたって言って、走って楽屋戻って、もうそれしか言えなくて、ごめんなんかって思ってもうなんかそのファンのスタンスいいわ、いや本当にそう、うん、もうやめなきゃ、いや分かるけどてかだってもう一緒にスノボとか行ったんだろ、そうもうさ意味わかんない、もうな一緒にスノボ、もういいじゃん、確かによう行けたな、本当にそう思うけど、この状態でね、意味わかんない、喋れたスノボで、喋る、わかんない、ちょっと覚えてないもん、何にも喋った記憶はあるけど、もうなんか
何だったんだろうあの時間って。まあ、まとまってないなら全然いいんだけど。ごめんごめん。ちょっと前の話だった。よかった、すごい。ごめんごめん。でもあの、モーニングとか食べて。ウルトラジェットジャムの時、俺らネタ終わりでさ、うん、あの、ゆうただけ飛び出しだったじゃん。そうですね。ゆうた飛び出した後に、カノさんが来て、上原だけ飛び出しなんてことはあるタイミング的に。許せなそうだ。納得いかんな。タイミング的に。竹内さんです。そうだね。まんじゅうの、まんじゅうの竹内さん。ダウキンは早出しなのに、なんでいんのみたいな。あ、で、あ、ちょっと上原だけなんですって。じゃあ上原飛び出しって、せめてかっこよくないみたいな。ああ、確かに。なんでお前この早いんだよって。すごい。みんな思ってるんだなって。上原飛び出しに。いいじゃんね。ちゃんとお仕事してきたの。そうですね。意外すぎる。まだ言えないやつか。うん。いや、うん。そっかそっかそっか。なんでそんな元気ないの？いや、あの、大丈夫？いや、いい。いや、あ、うん。OK、ごめんなさい。ちょっと、あの、仕事で。打ち合わせで。ああ、言うな、言うな。すぐ。打ち合わせで。びっくりした。言えない、言えないやつで。失礼。よかった、言わなくて。どっちだろうと思っちゃった。あ、そういうことね。あれはでもあったよね。あの、謎解き。あ、あ、そうだ。あ、そうだ。ついに。あ、まだ見れてない、あれ。あれ面白かった。あれ一緒に見たんですよ。そうなん？そう。なんか、ちょうど同じ日に仕事があって、で、終わって、マネージャーさんにご飯連れてってもらって、で、その焼肉屋さんで、あ、焼肉屋さんで、あ、付き合ってんのかと思って。付き合ってるんですけど、焼肉屋さんで。で、焼肉屋さんで。テレビに流れて。流してくれて。ちっちゃテレビ。で、これぐらいのテレビで流してくれて。ああ、助かるわ。絵が浮かぶ。焼肉屋さんのテレビ。ワンセグで見せたのワンセグで。ワンセグで。懐かしい。アンテナ、アンテナの話。俺のガラケー。こうだけど、こうだ。普段はこうだけど、このこう言ってるの。キーボードみたいになってるやつもあります。こうして、こうできたもん。あ、できたね。できたね。懐かしい。こうして、種もあったよ。あったね。いやー、そんなもん。無償無償すごい炎上しかねない、そんなもん。殺生坊さんが見てたらどうすんだよ。殺生って。え、何スタンプ。あつ森みたいな。殺生と出てしまいました。失礼いたしました。すごい、床に捨てた。おいすごタイだね。そうか、タイの文化だもんな。日本人は怒らないでください。だなんだ今なんだ今お前だよ。上の階か。お前だよ。この階のお前だよ。またドラマ出させてもらって謎解き日本一決定戦で、でまたその前回のドラマと同じでそのまた捕まりまして、ね、また逮捕されて、で真犯人ではないっていう。ちょっとまだ見てないのに。違う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 阿蘇山大噴火さんもいない。裁判所にはいない。裁判所に絶対いないんだ。阿蘇山大噴火さんがいないという謎ではない。違う。なぜいないんだじゃない。なぜこの裁判所に阿蘇山大噴火がいないんだ。阿蘇さん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 は僕のファンです。なんと急に20人。違うよ。阿蘇さんなんて名前でやってたから、阿蘇山大噴火さんが。うん。え？赤いプロトニウムさんが赤プロさんみたいになったのと一緒だから勘違いすんなバーグなんでそんな怖いこと言うの攻撃攻撃別に勘違いしても僕ないこれはめっちゃ見ちゃったでもゆうたさんのせいだからうんうん、ごめんごめん俺見ちゃったあ、そういうことあんまりツイッターのユーザーにもあげるなよそうそうよし、じゃあたまちゃんにお土産をもらおうぜお土産があんのやったあるんか
なんかさっきちょろっと言ってたんですけど、ちょっとびっくりするから聞いて、説明聞いてください。説明ね、あの客演の舞台で長崎に行ったんで、ね、長崎のお土産をやったー、嬉しい、ありがたい。じゃん、皿うどん、おー、わー、すげえ。人数分あるよ。人数分。なんか1個少なくね。人数分あるよ。あれ、なんかどっちが。これもらっていいってこと。これ一個食ってね。ちょっと待って、みんな待って。何？2個入りなのこれ。うん。でほら、8人で、で生徒さんもいるから、うん、今日9個持ってきた。え？うん？え？だから2個入りだ。どうやって持って帰るの？開けて裸で1個持って。え？え？え、ケースに入れるのがやっぱ大変で、持って帰るのがねちょっと大変で、で、あの2個出す意味はないそんなナレーションみたいに突っ込むね2個出す意味はない、ちびまる子ちゃんのナレーションそうで、あの家用にも買って、家にはちゃんぽんとカステラと、いや皿うどん買ってって、で4人もいるからさ、家もさ、家にいっぱい買っちゃって、でみんなの分もちゃんと1人1個は買おうって思って、で皿うどん私好きだから皿うどんあげるんだけど、うん、バリバリになっちゃったら嫌じゃんって思って、うんうん、ちょっと8個は多い、これが8個はで、家のやつもあったら12個も買わなきゃいけないじゃん、うんうん、ちょっと大変だからみんな1個ずつあげるよ。えでも私たちがこれ持ち帰るのバリバリになってしまう。そう、それでバリバリになっちゃう。でもそれはこれ2個入りでも変わんなくない？いやでも これとこれがだいぶ違うじゃん、うん、気持ちの話かな、うん、そう、こんなこと言いたくないよ、お土産買ってきてくれる人に、うん、こうやって持って帰るのほらもうすごい悲しそうじゃん。分かった、じゃあ袋ほら私がもう一回綺麗にこうやってやってあげるからじゃんけんしよう。クソババアうるせえぞババアの朝汁がほら私がほらもう一回ほらおいクソババじゃんけんしよう、じゃんけん、ここは座れ分配者ほらこれで、ね、5個はさみんないいやつ持って帰れるよ、うん、そうね、そうだな、うん、これ全然私驚かなかったんだけど、ちょっと食べれないえおっと、え問題発生、何トゥルントゥルントゥルン、何問題発生、なんだなんかはしゃいでるな嬉しいんかい、サラウドサラウド一番喜んでる、喋りすぎたサラウド食べれない、そうなんでよ、サラウド食べれない、嫌いになる理由がないだろ、こんな口の中痛いから、口の中痛い、あバリバリで、おいバカにしてんのかね。締め切らしたなんかクリスマスのさ飾り付けみたいじゃない？リース。リース、うん、え？もう東京グールじゃん、そんなの。ハンバーガーのこと粘土みたいって言うでしょ。ああ。だけどリース食べてるみたい、ね。リース食べてるみたい。変なグール。変なグールだなお前。グールが変だろうがよなんか黙々と一人ずつにしてんだけど、あいつ変だよね、これ。あ4人は裸で持って帰んないといけない、変だよね、うん、なんかいいよ、もらえるだけいいよ、そのもちろん、うん、でもやっぱあの身近な人が言ってあげないと、そのどっかで大暴れしだすから、こういう人って確かに、そうほらこれはその場で食えたらいいんだけど、ね、ああ確かにな、あケータリングとかあったら、ケータリングとかであったら確かにこうやって出して食べるけど、うるさい、うるさい、そうですね、これがケータリングであっても今と同じだろ、ちょっとそんなにこれで叩かなくて、はい、5人はお土産っぽく持って帰れるよ、ぽくって言ってるし、もう自分でぽくって言ってるなんでそんな言われちゃったら、これは何でもいいじゃん、それね一番ショック受けてたのに、怖い、ごめんなさい、あんた調子乗ってるからさ、怖い、それね、怖い
タマちゃんが決めなよ。みんなほらタマちゃんにその皿うどん、皿うどんをさ、どれだけ好きかやっぱアピールした方がいいよ。いや、俺食ったことないから、ね。あ、さあ、お前アプローチうま？うわ、マジかよ。一回も食べたことない。私地元福岡だからやっぱり近いしさ、あのこういう味大好き。うん、あのな食べたことあるな。でも食べたら懐かしくて泣いちゃうかもしれない。お。いけた。袋が可愛いから欲しい。あ、この袋が欲しいさ。あげるあげる。あ、あ、うまい。うま。家に飾る。ほらみんな急がないとなくなるよ。あ、やった。作り方。これ作り方入ってる。作り方ないと。あ、そうか。確かに難しいな。これないと作れない。これみんな難しいな。でもこれは PDF で共有すればいいから関係ないよ。ああ現代っ子だね。うちのお父さんが皿うどん大好きなのよ、うん、だからもう家で皿うどん出まくってて、あじゃあ食べ飽きてる。なんで俺の時はこれもさ作れなきゃいけないね。嫌われすぎだって。だからタマちゃんが全部決めるから、うん、みんな一回置いて。ごめんなさい。なんで同じ皿うどん見比べてこれさ。いやだってもう小さいちっちゃい穴がさ開いてる仕様だからさ。これえあ、ほんとだ。あ、空気穴みたいな。出して渡すようにやっぱ作られてないんだ。もう開けたらもう食べますよねってことなんだ。じゃあで今日食べる人いな。俺らの献立を舐めるなよ。そこまでして勝ち取りたくはないわ。飯の予定のがあるっつんだよこっちだって。誰か手挙げるかと思ったら誰も嘘つけなかったな今、うん、ちゃんと実家暮らしだからさ。穴開いてんの終わってるなこれ。持ち帰りに不向きすぎる。マジ裸で持って帰っていけない。一枚。しかもそれ食べ物入れていい袋か。いい袋だよ。何が入ってたの。これじゃあこれがこれの汚れから守るこれだからこれは汚れてるだろ。もっと言い出したら。そんなこと言い出したらじゃないんだよまず。お前これな。俺いらないって。ごめん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 。それはごめん。それはごめん。今のはごめん。ちょっと勢い余ってそのなんかいらねえってとか言っちゃったけど、ごめんごめん。これは俺が悪い。本当にごめん。いやいや言い過ぎだよお前。ごめんごめんごめん。お前が食えねえのが悪いんだから。そっか。じゃあ俺がこれか。え？ってなるとな、その。で、何？ね。砂糖みね。どういうこと？いや今俺が一番いらないわけじゃん、うん、で俺が今良くなかったじゃん、うん、ってことは俺が一番いるものを得るのがその一番俺にとってマイナスだろ。違う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 。だから俺それはそうそう。だから一個これ引き取るよ。もマイナスなの違う。ああもう最悪。違う違う違う。誰も言ってないよそれも。もう最悪。長崎に謝んで。なんでだよ。長崎の人謝れるけど。ありがとう。これね。なんだ。なんでだろう。なんでだ。めちゃくちゃ好意味そうだったよね最初。普通嫌いだった。嫌いだ。なんかわかんない。りょうやはあんまこういう裏とかも見ずにバリバリ食べるかもと思ってて。美味しく食べてくれそう。悔しがってる。日頃のこの間。まあ確かに蓄積ね。日頃のって感じ。ネクツだったね。何それ。でユータも一人暮らし。おおやった。やった。俺が一人暮らしだからこれもらえた。ヨウヤがずっと前から一人暮らしなのに、俺が一人暮らしだから袋でもらえた。あとはあとは。あとはマイ、うん、ちゃんこれ。おお。なんでだろう。ねあと2個でしょ、袋入り。これ明かされないの怖い。感覚的にくれたんだけど。松本さんも何でも食べるでしょ。作り方とかいらないでしょ。レナちゃん食べたね。うん、1個余るじゃん。あたし、おい確かに、本当だ。おすみさんと正常さん。女尊男。なくなったから。本当だ。私持って帰ろうかな。あたしはやばいって。えそっか。置いてくれよ、今。私の何でもしてきたんだ。何で持ってきたんだ。確かに9の時にちょっとそしたらだってこいつこれでよかった。家で家でこうする分には別にいいんだから一人袋増えたんだよ。そしたらだってそのだっかりょうやは袋でよかった、うん、あそっかこっちがいい、うん、あ
お、よ、あ、じゃあこれ2か。なんだ、よかった。よかった。俺がやるよ。じゃあ袋だけど。2個。おかしい。袋だけ取られて。ありがとう。ありがとう、たまちゃん。嬉しい。そうか、普通じゃないんだね、これは。これでもさ、ここにもうそのとろみも入ってるわけ。そうだよ、そうだ、きっと。じゃあもうほんと お湯かけるから、うん、具材を好きなだけまあ入れてください。なるほどな、ああ楽しそう。楽しそう。チャーメンだって、チャーメン。チャーメン、チャーメン、麺の種類あげたら、え、あ、これチャーメンっていうの、うん、へえ。確かに袋かわいい。袋かわいいね、いろんなもの入れる、いろんなもの入れる。例えばアクセサリーとか捨てるときにいろんなアクセサリー、ゴミ出しのこんな可愛いの。可愛い、ありがとう、ありがとう、ありがとう。マイクの近くでガサガサしない方がいい気がしてきた。確かに、あ、やば、ね、なんかさっきからずっとガサガサ言ってるかもしれない。やばい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 、さすがにラジオの経験が違うな、うん、こんなの撮ってねってありがとう。お土産を買ったことないかも、俺みんなに。あ、そうだっけ。違う違う、行ってないからどこにもどこにも行ってないから。そうね、あ、そっか。お土産大変よ、結構買ってきてるよね。俺は行ったら買ってる、うん、ね、私も買ってる、買ってる、たまに買うか、買ってきてくれたね、うん、大阪とか行ったら。俺取り親ぐらい。いや、俺も実家帰った時なんか買ってきた。そうだ、俺海苔もらったもん、ちゃんと。そうだ、一番欲しい海苔をちゃんとくれたの。大野海苔、なんか、そうだ、うん、やっぱ俺だけだ、買ってる、うん、私もらったことない、確かに。そういえば、でも一人で熱海行った時のお土産なくないえ、こいつ、うん、あ、本当だ。そうですね、買ってないや、自分にも買ってない。いや、悲しい。お土産選ぶの楽しいとかもない、あんま。あー、うん、ないかな。あ、そっか。今度名古屋行くじゃん。あ、行く、ね、みんなで、うん、買ってきてよ、お土産。え、みんなのお土産ですか。みんなで行く、行くのに。そうそうそう、あ、なるほどな、うん。じゃ一人だって、普段俺らはさ、ゆうたにあげるだけあげてさ、うん、おかしいじゃん、そんな。おかしいよ、うん、お前もな。逃げれなかった。そういえば、そういえばお前もな。すいません。すいません。やった、楽しみ。探してみよう。よげるから買うんだけどね、いつも旅行先行った時に。確かにね。お土産ショップ。あ、ダウのみんなに。うん、みんながよげるのよ、わ、はい、かるわかる。しょうがねえバカだよっつって買ってるよ、いつも。お前あいつら本当にバカが本当に。マニキだね。買っちゃう、お土産買っちゃうよね。昔から買ってない、バイト先とかにも。え、そうなんだ。ダサ。え、そういう人もいると思うぜ。思うぜ。じゃあもらった時何も思わないってこと？あ、本当だ。いや、めちゃくちゃ嬉しい。その嬉しさを返さなきゃな、さ。うん。だからそのキンキンで思い出したら買うかも。あ、そういや、もらったな、あの人から。いや、そう。さすがに買うか。いや、いや、そう、いや、そうだな。建前でバンド買うぐらいな、うん。もらったからあげるなんだ。あ、でもバイト先ってそうじゃない？いや、バイト先の話なんかしてないんだ。いつまでバイト先にいるの、お前ら。いいえ、バイト、おいでおいで。メンバー感。メンバー感は、まあ、確かにあげてない。でも、どこにも行ってなくて、本当に。ディズニー行ったじゃんね。あ、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 言ってた。わーい待て。え、ある。一枚切れるカード。ディズニーは今、食品は予約制なんですよ。ショップが。じゃあ食品じゃなくていいじゃん。弱いカード切り札弱コッコルピアじゃん。コッコルピア強い。サンマの減らせるからさ。いいんだよ、俺が悪かったから許してくれ。確かにディズニー行ってるわ。そうだね、行ってる行ってる。買ってないね、みんなが仕事してる時に。そうだよね、みんなでランダービーやってた。そうだ、あの、そうだ、そうだ、そうだ。みんながその盛り上がりになんか貢献してくれてる時にすまん。確かに、だってあれでさ来れないでさ、うん、ごめん今ディズニーいるわ、
だったらさ、うん、せめてお土産買ってこない。おなるほど。余計その普通にディズニー行くよりもメンバーと会話をいっぱい挟んでるからね。めちゃくちゃ駆け込みビッグサンダーマウントやってたその時間。ほらこれこれこれその段の良くないとこ。え？ごめんじゃないのまず。いやごめんってが先に出ない。先週も同じこと。そうそうそう、あのいじられてくれたらいいのに、自分のエピソードで展開する。これ待って俺言わなかった今。言ってないよ。今ビッグサンダーマウンテンって言ったじゃん。その前に言わなかった。いやごめんごめん。じゃ今だよ。今一番攻められてる ピークなんだから今。一旦ここでいやごめんってで、でも俺もその変えない事情があってとか言ってビッグサンダーマウンテン乗ってたって言ったらいや変えただろうになるじゃん。なるほどな。うん、もう一回だけ。やろやろ。もう一回やろ。でもまあそれだとどこも行ってないからしょうがないよな。あそっか、ディズニー、ディズニー行ってませんでした。ああ、あれ行ってた、行ってた、行ってた、ちょっと待って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 。でもあの食品は予約制なんですよ、うん、ショップ入るまで切り札からやれよバカこいつ。なんであんなコッコルピアの盛り上がったのに。間違えた。いやまあでもそれだとどこも行ってないからしょうがないか。いやディズニー行ってませんでした。ああ、イエーイ、ちょっと待って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 何こう切り札ある。え、あのディズニーって、うん、あの予約制なんですよ食品のショップは。じゃあ食べ物じゃないの買ってくればいいじゃん。弱ってきたコッコルピアじゃん。いやコッコルピア強いな。いやいいごめんて。サンマの減らせる。 俺が悪かったから。俺が悪かったから許してくれ。俺が悪かったから。デーモンハンドじゃん。デーモンハンドじゃん。あ、クソ強っ。あ、ごめん、強いの分かる。ごめんて、ごめんて、分かった。さっきはこんななんちょっと歪みがしてる。ボルバルザーク、シデンドラゴン。こんななんかじゃない。どうしたらいいんだよ。マルチバース、マルチバース。違らしい世界線に。そのせいで。だって、ダービー行った時でしょ。そうだよ。みんながさ、盛り上がりに貢献してくれてる時にさ、発想なかった。しかもだって LINE 送ってるわけだから、うん、全員の送ったやつ でごめんディズニーいるわで、余計普段よりお土産買ってこない。普通ごめんって本当に、それは本当に申し訳ない。もう本当にだから、うん、そのいや申し訳ないけど、その、うん、残り15分ぐらい余裕あったんだけど、閉園までにね、うん、それぐらいで連絡来たんだけど、うん、申し訳ない。もう駆け込みでビッグサンダーマウンテン言ってた。もう、うんうんうん、え、違う。いや買う時間なかったのよ。だから入んないと。買う時間なかったんだよ、うん、本当に、うん、でもなんか最後そろそろ帰ろっかぐらいになった時にさ、あ、ちょっと時間余ったり、本当に余ってない、全く余ってなかったって聞かれるのを待たないと、うん、最後15分余ってそこでビッグサンダーマウンテン行ったって全部一人で展開されちゃったら、こっち何も言えないじゃん。なるほどな、うん、もう一回だけ。まあでもそろそろそこまで出かけてないからしょうがないよな。ディズニー行ってませんでした。あ、そうだ、あ、ココルピア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 、そうだ、みんな新春コッコルピアダービーやってた時に出てくれてた、出てくれてた、コッコルピア強かった。確かに、コッコルピア、コッコルピア買ってくれよかったじゃん。コッコルピアはすまん、買う時間なくてさ。あるだろ普通。いやマジでなかったの。なんで？いやこれが残り15分ぐらいで、うん、駆け込みでビッグサンダーマウンテン行っちゃった。いやいや。残りがいらないね。いらないね。何？買う時間あるなって思って、うん、ま、迷ったとか言ってくれたらいいじゃん。そのお土産買うか、うん、ビッグサンダーマウンテン乗るか でみんなのダウダービーのやつがよぎったけど、気づいたらビッグサンダーマウンテン乗ってたみたいな言い方。全部教えてほしい。これしてくれたらいいんだけど、残り15分って言っちゃうとその時点でみんなもう時間あるって思っちゃうから。そうそう、うん、そう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 。だからどうしてんだ。ちょ一回やってくんない。ダメだ、お前無理だ、緊張しちゃう。もうダメだこれ。世界線変える、世界線変える。かっこよ、かっこよ、すげえ、かっこいい。だからハスマのソロダがやってて俺がディズニーに行った世界線。そのままね。オッケー、そのままいい。じゃあ園田さんから始めないとだよ。うん、でも確かにどこにも行ってないもんな、こいつな。いやいや、ああ、そう、ディズニー行ってたんだ。あ、そうじゃん。それは違う。ディズニー行ってたじゃん。それは違うって。なんか買ってきてくれたらよかったのに。じゃあじゃあ、でもちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、何これ、なんだ買ってきてます。えぇ、今え、マジ渡してないだけ。
あ、そういうこと？はい、あります、あります。ありますよ、そのもちろん。ちょっとたまたま持ってくるタイミングがないだけでいい。そっか、え、家にあるってこと？家にあるよ。あ、なるほどね。うん、全然だから、ほんと、いつでも。ちょっとだけ時間かかっちゃうけど。ちょっとだけ？なんで？どのぐらい？時間かかる。うん、だから、まあ、そうだな。ちょっと、その、様子見てにもなっちゃうけど、その。え？なんの？まあ、でも、まあ、3日以内には大丈夫、渡せる。3日以内？うん。え、どういうこと？3日以内には多分渡せる。3日以内に。あ、でも、ちょっと今ってどうな、その、今ってチケットどうなってたっけディズニーって。いや、だからその、まあ、空いてれば買えるけどね、うん、その、クレジットとかで。あ、じゃあ、うん。うん、あ、でもクレジットないから。うん。うん、まあでも、普通は1週間後とかだよね、買えるの。だから。まあ、だから再来週ぐらいには渡せるから。あれ？なんか伸びた。なんかでもあれか、渋谷に行けば、渋谷のディズニーストアで買えたりする。あ、買えるだろ。あ、そう。いや、あるけどね、もう。んあるけど、お土産もあるけど、うん、でも買ってきてるっていう渋谷にあるの渋谷にある あ, あ、でも明後日ぐらいに会うか、みんなまた明後日ぐらいに会うなら別に渡せるか渡せる渡せる渡せる明後日ぐらいに会うもんね明後日ぐらいに会う、うん、じゃ渋谷にあるんだよねうんチケットお土産家にあるいや、お土産あるよ今日家に行ってね今日はごめん今日はだって俺予定ありますやんえ？あ、そっか。何買ってくれたんすか？うん。あ、さっきに。先に知りたい。あ、確かに。いや、でもこれ1個あって、その、食品は今予約しないと買えないんですよ。あ、そうなんだ。そう、そうそうそう。これちょっとごめん、切り札なんだけど。人気だね。これちょっともう切り札なんだけど。切り札な、うん、うん。でももう別にね。切り札はまあ、コッコルピアみたいなもんだ。うん。コッコルピア弱いだろ。ごめん、ごめん、それはごめん。コッコルピアが弱いもういいもういいダメだそんなとこまで分岐してたくせ頭おかしくなるってもう寮やからまた分岐しちゃった頭おかしくなるって何やってんのマジでパンクするかと思ったよコルピア出すの遅かったな俺切り札4回ぐらい言ったもんあれ言ってためちゃくちゃ俺が悪いそれはすまねえよしちょっともう俺使ったなそろそろあちょうどいい、うん、疲れたじゃあ嘘告知はい緊張感あるなドラムロール緊張感誰だタマちゃんちゃんと考えたまた来週ですもう終わりもうあの1時間超えちゃうから終わり